いきます。3、2、1、スタート。6、7、8、9、10。皆さんこんばんは、はい、ロシア人です。 COGC7's1v1 Week 2決勝戦、3部決勝戦ゲーム1、ミニスプレイ COH 選手、ミニスプレイ選手をお呼びしましょう。ミニスプレイ選手アメリカ VS グミン選手国防のゲームを見ていきたいと思います。解説は本日はホークダヤさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと時間空きましたけれども、ウィーク2の3部の決勝戦の様子をお送りしたいというふうに思います。先ほど紹介しましたけれども、マップ北側青、ミニスプレイ COH 選手、こちらも大会、この整数の大会ですね、公式の大会というか以前3部さんの大会に出てくださったんですね、には出てくださったんですけど、こう公式の3部の大会に出るのは初めてですね。グミン選手も対してこちらも初めてのプレイヤーです。両方とも3部し、出場初めてなんですけれども、決勝進出ということになりました。はい、そうですね、テイクアゲインさん、ホークさんはね、あの時は解説やってましたよね。テイクアゲインさんのゲーム見た時ね。ああ、そうでした ね。テイクアゲインさんなんかも、まあ、3部の優勝者であって、あとはイザヤイゼツヤさんもね、そうですけれども、そうです、ね、基本的にこう3部で優勝した人っていうのは大体もう今は大体12か313まだいないかな。もうそのぐらい、ね、13いないですね。まあ多分それぐらいだと、それぐらいまでいってますよね。はい、やっぱりこの RTS っていうゲームはどうしてもこう勝てるようになるまでが難しいゲームですから、どうしてもそこまでいかずにやめちゃう人っていうのはすごい多いですよね。まあそれもありますし、やっぱりこう10前後、13前後はやっぱりこう飲み倒れる時期あるんじゃないですかね。そうですよね。それをこうね、3部で優勝した人はこうぐんぐん伸びていくわけですから、これはもうね、我々育成の COGJC と言ってもいいんじゃないかと。いやでも意外と3部の人ってそこら辺で止まってる人多いんじゃないですか。でもこうレベル10あたりの壁を一気に突破してるイメージあるので、ああ、まあそれはそうですね、はい、特に10前後は結構早いですね。みんなポテンシャルを秘めてる方多いですよね。はい、ということで、ミニスプレイ選手、グミン選手の戦いですけれども、グミン選手 MG いきなりかなり前に持ってきましたね。そうなんですね。あとパイオなしなんですね、追加生産が。あ、1パイオ、はい、1パイオで T1 立ててフォルクス MG 出してきてるので、まあ、ちょっとその MG は早いんですよね、ワンタイミングぐらいは。なるほど。アメリカとしてはこの今ライフルマン2部隊変わりましたけれども、ここでフォルクス MG が揃ってることがちょっと意外なのかもしれません。一度返されました。かなり攻めますね。そうですね。ちょっと今2個目の右にいた MG じゃないや、ライフルもうちょっとフランクできそうな感じあったんですけど、一瞬下げちゃったので、これ燃料つなげ直すのクロスですね。これグミン選手にとってもこのファースト一番最初の設定がかなり大事。ここでこけるとこのタイプの国防もズルズル負けるんですけど、今きつい返しました ね。あの前に出るタイプは特にそうですね、セションコンタクトがすごい大事なので、まあ、かなりいい感じの展開ですね。はい、国防といってもやっぱりいろんなタイプがあります。かっちり守るタイプもいれば、前線で戦い続けるタイプもいるし、ガンガン前に出ていくタイプもあります。基本的にこうリトリートが早いタイプ、守り気味のタイプっていうのはこう撤退をしてもそんなに不利にはならないんですけど、とにかく前に出ていくタイプ、相手側の資源を圧迫していくタイプの国防っていうのは、そのワンミスが命取りとなりがちです。そういうリスクを負いながらグミ選手かなり前に出てきて、アメリカ1組目の SP を完全にもう封鎖かかりますね、これは。そうですね。ただちょっとこれラングルはこう右側からつながるので、右側の燃料切れてないってことを考えると、そこら辺気をつけた方がいいかもしれないですね。ラングルの場合は左手の方にも石油銃があります。今ミニスプレイ選手としてもこう右手の資源つながってませんけれども、左手が取れているというのがあるので、グミン選手としてはここの SP も、まあ、欲をかけば欲しいところではありますが、真ん中にこうワイヤーを巻いて左からの侵入を防いでますから、どちら国防としてもちょっと左側に行きにくくなっている形になってますね。そうですね、 MG 置いと攻めれないですから、まさにその状況になっちゃってますね。はい、しかしミニスプレー選手としてもこれだけ前に MG 来られると、3 MG ですか。 3MG ですね。 3MG でマップ中央から完全にライフルマンを制圧する形になったが、ちょっと MG 同士が散らばっているか、右側からライフルマンが 1部隊迂回してきて、帰りませんね。リトリートはしないか、帰れないですけど、これちょっと溶かされそうな、あ、帰りましたね。MG セットアップして時間稼いでる間にもう一部隊の MG が家に入ろうとしたから、これはライフルマンの方が早かった。ライフルマンに入られました。少しちょっとやはり MG を手広く広げすぎたか、
なかなか MG メインだと MG を守るユニットがいないので、相当これ操作がシビアになってきます。そうですね、まあこれはなんか返せそうな感じありますけど、ちょっともう1個ぐらいフォルツあった方が楽でしょうね。ミニスプレー選手もしっかりと3方向ぐらいからライフルマンを攻めてこさせているので、なかなかグミ選手としても MG をきっちり動かさないと返すことができません。なんとか全ての方向のライフルマンを返したか。いや、エンジニアに回り込まれる。はい、これフォルクス先行来てるんで MG 返さなくてもという感じでしたね。ここはしかし残ったのは、いやどうだ、ライフルマンまだ残っている。ライフルマンが前線に残って MG が全て撤退しました。そしてその間にもまだ左側の資源つながってますから、資源的にはちょっと国防のは苦しそうですね。これ弾ないでしょうね、国防側。国防は弾がゼロなんですよね。収入1個もないので、弾がゼロな分ちょっと弾薬地雷が置けないのはしんどいですね。そうですね、とにかく MG のフランクを防ぎたい国防としては地雷が出し、あとライフルマンダウン。ここでちょうどグレネードの研究が終わりました、ミニスプレー選手。ただタイミングとしてはライフルマンが帰ったタイミングなので、まだまだグレネードは投げられる状況ではありません。グミ選手もかなり前へ攻めていくことを意識しているので、弾薬をほとんどキャプチャーしていないというような影響が出ています。どうしてもこう前前を押して相手の資源をカットしに行くっていう国防をやろうとすると、自分の資源というのは当然取れなくなりますから、まあ、そういう意味も込めて押し返されるとちょっとかなり不利になっちゃうんですよね。そうですね、やっぱりこう切ってるだけなので、ちょっとでも返されちゃうと繋がるんですよね、アメリカ側からすると。そうですね、こう根元を単純に取ってるだけですから、そこ繋がれてしまうとドバッとこうアメリカ側に資源入ってきますから、今そんな形になってますね、まさしく。そうですね。そしてこれグミ、あーっと MG ダウン。グミ選手としてもこうカットしたいポイントっていうのがアメリカ側のこの石油と SP だということが今よくわかります。しかしこの石油と SP を両方ユニットを散らして守ろうとしているので、どうしてもこうお互いのユニット同士の守りが薄くなってしまう、サポートできなくなっちゃってる感じがありますね。そうですね、まあ、ちょっと前に行くにせよアメリカ側はライフル失ってますし、国防側は MG メインで前出れない感じですから、お互いこうなんか決め手に欠く感じですよね。ちょっと膠着しそうな展開かもしれません。アメリカ側はライフルマンを1部隊もう1部隊補充して再度攻勢にかかります。しかしグミ選手、火炎怖いですね。あと火炎エンジンちょっとこれ補充できていないか、危ない。 HP がほぼゼロなんですよね。ちょっと今のは危なかった。そしてライフルマンがおとりになっている間に左側からもう1部隊ライフルマンが側面攻撃を仕掛けてきました。 MG はまだリトリートはせずに走って、これはフォルクスの援護が受けられるポイントまで下がるか。上がりましたね。ライフルマンとしてもあとこの SP つないでもあんまり意味ないんですね。もう資源ないですから、この SP つないでもという感じがありますね。なるほど。さあ MG は下がらず再度セットアップしてライフルマンをサプレーさせる。そしてその間に、あーこれ MG でしょうか。はい、火炎エンジンで EMG 焼きましたね。綺麗に今火炎エンジンが EMG を倒しました。そしてこれ 3MG ため MG がもうすでに1部隊しか残っていません。そうですね、まあ、ただ T3 立ってるんで、まあ、プーマがどうで動けるかって感じですね。でもこの状況から T3 に行けるんですね。はい、まあ、燃料銃ずっとつながってましたから行けるかなという感じはあるんですけども。なるほど、弾をほとんど無視してアメリカ側の石油を押し込んだのはこれが目的か。まあ、T1 から T2 スキップのファスト T3 ですね。この流れでは間違いなくプーマが出てくるでしょう。グミ選手、速 T3 です。かなり MG こそ失われましたけれども、ここでプーマが出てくればまだまだ分かりません。対するグミン選手としてもグレネードだけ取ってもうすでにモータープールが立っています。これ前に M8 とプーマの戦いになるでしょうね、はい、M8 対プーマの形になる。お互いちょっとかなりユニットが消耗してますから。そうですね、消耗戦ですね。歩兵ユニット同士のぶつかり合いというよりかはこれからはちょっと車両メインに移行していく感じがあります。これグミン、あ、ミニスプレー選手 T17、あー T17、 いいです。これ僕もちょっとよく分かってないんですけど、 T17 って、はい、やたらプーマに弱い気がするんですよ。プーマのケツ貫通しないんじゃなかったかな。そうですよね、プーマ逃げていくプーマにこう僕も T17 で追っかけたことあるんですけど、背面走行に弾かれるんですよ T17 の手法って。確かプーマのケツが硬い、ケツが硬いっていうのは確かそれだったと思うんですよね。T17 は特にその背面の、ペネトレーションが低いんですよね。なるほど。
そういう意味でこのプーマ対 T17 になりました。ちょっと T17 オンリーでは対プーマ厳しいでしょうから、 AT ガンをどううまく動かすかがミニスプレー選手としては鍵になってくるかもしれません。同時な同じタイミングではプーマと T17 が生産完了しました。ただ弾ないんで現状 T17 側が一方的に殴れる感じですよね。なるほど、プーマを出したものの弾薬ほとんど取れていませんでした。グミ選手 50mm アップグレードができません。そうなんですよね、地雷があれば別なんですけど地雷も負けてないみたいですから。さあこれプーマが出てきました。パイオニアが一部隊溶ける、そして MG もちょっと MG も溶けて生きてます。あ、生きてますね。はい、 MG は大丈夫です。生きていますが T1 よりとほとんど残っていません。フォルクス2部隊の MG1 部隊、そうですね、ちょっとこれはあーこれ T17 がスタンをかける、うん、スタンをかけるが全く手法のダメージが取らない。弾かれてますね。弾かれてますよね、やっぱり。はい、本当に弾かれてますよね。カコンカコンってすごい弾かれてますね。これ M8 だったらもう結構半分ぐらい削れてますからね。おそらく M8 だったら、まあ、もしものこと言うのもあれですけれども、 M8 だったら多分今の、まあ、M8 だったらスタンできませんからね、あんまり。まあそれはありますけども、比べてもあるかもしれませんけれども、 M8 だったらもうちょっとダメージ取ったかもしれません。そういう意味で T17 というのは非常に使いにくい、使い方が難しいユニットです。さあ MG にこれグレネード、 MG 見ていない。ただこれ拾えないんですよね。あーっとライフルがもう3人になっている。これグミン選手としてもマンパワーが余ってるのかもしれません。スナイパーこのタイミング出てきた。そしてライフルマンダウン。ちょっとこれ T2 バックのパックとかないと T17 しんどい感じありますね。ここは T2 に戻ってパックを出すか、まあ、グレネディアにシュレックを持たせるのでもありかもしれません。ミニスプレー選手としてもかなり今ユニットが解いています。ライフルマンがまたしても2部隊に戻ってしまいました。これステーキボの研究を終えますが、なかなか歩兵が少ないと攻めにくくなってきます、アメリカ。そうですね、ちょっと攻めじゃなくて一回ユニット貯めないとしんどいかもしれませんね。アメリカとしてはここは焦らずにきっちりと。そうですね、早く決めたくなるんですけどね、どうしてもね。どうしてもこうアメリカとしては国防に T3 に行かれたとなると、ちょっと資源負けしてるな、石油負けしてるなっていう感じがして焦ってしまう気持ちはありますよね。そうですね、やっぱりこうネーベル AT、 あ、じゃあネーベルとプーマとその組み合わせでしんどいですからね、アメリカは。特にモータープル行くと。はい、そういう意味ではミニスプレー選手焦りたい気持ちをこう抑えて、まあ、きっちりと、そうですね、展開を進めてほしいという感じですね。さあミニスプレー選手スナイパーが出てきたのを見てジープが生産されました。しかしこの時間のジープ非常に扱いは難しいが、きっちり動かせるでしょうか。ただまあ国防がもうユニットいないですから結構倒せそうな感じありますけどね。ここでプーマ 50mm アップグレード終わりました。 T17 をこれで力関係を逆転したと言っていいでしょう。そうですね、あとスナイパーがリトリート、ちょっと危ないぞ。耐えた、耐えましたね。耐えたけど、あ、無理やり追いつけ、そうですね。これ T17 無理やり追いかけるか、いやこれ以上追えないか。これやっぱ地雷が怖いですからね。そうですね、これ以上行くと怖いですから、 T17 としてもこれ以上前には出れない。さあここでグミ選手はさらにプーマを追加、 50mm プーマ、アップガンプーマとノーマルプーマで、まあ、対車両も対砲兵も両方こなせる形で T3 ユニットを出していきます。対するグミ選手も、まあ、AT ガンが出て T17 も残っていますから、ここでレンジャー、あーレンジャーですか、まあ、プーマ出てますからね、こう車両で牽制しながら、スタンもありますからね、車両で牽制しながら、ね、AT ガンとプーマで、あ、AT ガンとレンジャーで対プーマという形かもしれません。確かにこう ATG ありますから、レンジャーと ATG だったら結構ワンウェーブで壊せる感じありますからね。まあ、所詮やっぱりプーマは装甲車ですから、こう崩れるときには崩れます。そういう意味では、まあ、レンジャーという選択は面白いかもしれません。やはりグミン選手 MG メインでスタートしたんですが、まあ、ほとんど溶けちゃってますから、どうしてもマップコントロールが握れなくなってきてますね。そうですね、こういう点やっぱこうスナイパーだったらもうちょっとこうリトリート押すだけで結構簡単に戻れますから、後半に効いてくる場合が多いですよね。これグミ選手さらにスナイパーを追加して、スナイパー2人、はい、ニスナーですね、ですね、
椅子なんですけど、ちょっとこれサポートベッドつけてあげるか回復してあげないとかなり怖いですね。片方のスナイパーがもうちょっとこれボロボロでいつ倒れてもおかしくない状態で歩き回っています。これは本当に一発撃った時のそのカモフラージュを取ったタイミングの反撃で死んでしまいかねない。反撃でも結構食らいますからねあれ。はい、しかしスナイパーが2人いれば基本的にこう AT ガンはほぼ無効化できますから、そういう意味ではプーマを生かすためのスナイパーと言えるかもしれません。そうですね、なんでこうプーマと一緒に動かしてあげたいですね。はい、さあ対するここでミニスプレー選手は BAR、 きっちりとこうユニットをこう強化していく、順番に強化していくという感じで、もう今ライフルはバラックフルアップぐらいですね。ここで今で、ね、レンジャーとライフルマンが前に出ようとしましたけれども、スナイパー2人いることを確認しました。ちょっとこの状況でというかこの家近辺から前に出ても ATG の車線通んないんでプーマ相手に勝てないんですよね。アメリカとしてはこれ以上ちょっと前には出れない形ですね。そうですね、もう VP 周りで待つしかない状況ですね。対する国防としてもあんまり今積極的に出れる状況ではありませんから、非常にマップが真ん中あたりで膠着しているという感じになっています。ミニスプレー選手ジープをボカージュ越しにおいて視界をしっかりと確保しています。そうですね、この視界の取り方は非常にいいですね。やはりこうジープ視界広いですからかなり見えてるんじゃないかな。これされちゃうと国防としても前スナイパー出せないですからね。そうですね、こうカモフラージュ解くと見えますからね、場所がバレちゃいますからね。さあ弾16の方向へ資源を伸ばしていきます。国防グミン選手、タンスのですね、さらにスナイパー増やしますか。ライフルのアップグレード見てるんで悪くはないと思うんですけど、まあ、サンスナするんだったらやっぱもうちょっとこうサポートベッドとか欲しいですよね。これ非常にもうこれスナイパーが3人パーンと打つだけでライフルも半分になりますから強力なんですが、それだけスナイパーというユニットリスクも高いので、もし大崩れした時に挽回取り返しがつかなくなるということもあります。そういう意味ではかなり爆心だと言っていいグミ選手。まあレンジャー見てますんで、レンジャー相手には非常に強力なんですよね。こうリトリトしてても当たりますから。レンジャーエリート走行ですから、スナイパーというのは非常にエリート走行に強いです。これ1発2発3発プーマが壁になってスナイパーが撃つ状況を作りますが、ちょっとこれはレンジャーの正面突っ込んでしまったか。50ミリプーマのヘルスが残りわずか。これレンジャーと T ジョナが前に出る、決められるか、決められるか、弾かれる、弾かれる、ね、T ジョナではやっていけないか。あーっとレンジャーバズーカ2本決めた、やりましたね。これはいいレンジャーですね。ただ T ジョナはやっぱり20ミリに抜かれてますね。はい、ここでもう1台、もう1台プーマがアップガンが終わった瞬間にプーマがダウン、T17 がダウンしました。まあ、プーマ1台と T17 が交換という形になりましたけれども、まあ、それに付随して今歩兵がかなり打たれてたので、今の打ち合いとしてはアメリカがちょっと損した形かもしれません。そうですね、やっぱりちょっとこう向こう機動的に動きたくてプーマなので、地雷と ATG でカウンターしたいとかそういうのも必要になってきますよね。こうなるとこれだけスナイパーが多いとどうするべきかというのもアメリカとしては困っちゃいます ね、 やっぱり地雷になってくるとは思うんですけど、これキャップウォークになってますね。ちょっとフォルクスが前に進んでいました。さあここでミニスプレー選手はヘルキャットタンクです。やはりこうなってくると歩兵はかなり動かしにくいタンク、あとチープ、これファウスト一発受けて下がっていく。これ得した形になりましたね。一発得しましたね。弾35をこう受け切った形になりました。さあマップがだいぶこう50-50という形になってきて、まあ、国防としてもこれ以上前には出れない。アメリカがこれヘルキャット出てきましたけれども、これ見えているでしょうか。国防組選手は見えてなさそうなんですけどね。ただデポは見えてる可能性が高いので、今この段階でようやくヘルキャットの存在確認できたでしょう。プーマで受け切るにはかなりちょっと骨だが、どうしてもこうプーマそしてスナイパー、この組み合わせでいれば大歩兵 AT ガン程度だったらどうでもなるんですけれども、タンクがかなり厄介だ。さあ機銃アップグレードが終わったヘルキャットが前へ向かっていく。そしてライフルマンとレンジャーもそれに合わせて一緒についていきます。スナイパーが一発狙って3発撃ちます。しかしチープも控えている。
これはたまらずリトリート、ちょっと一人スナイパーが危ないぞ、これ倒されるんじゃないか、しっかりと機銃がついているヘルキャット、追っていく追っていく追っていく、リトリートしていくスナイパーを追っていきます。これ以上いかないか、うーん、行きましたけど、ここでゲシュッツ出たんで逆にヘルキャット危ないですね。このタイミングで引き込むような形でゲシュツワーゲンが生産完了。ヘルキャットはプーマと向かい合います。そしてプーマはここでヘルキャットブロックにかかるか、狙ってますねこれ、ブロックブロックを狙っているがヘルキャットしっかりと下がる。これゲシュツワーゲンが一発アウトオブコントロール、これは 50mm プーマ、そうですね、ちょっとこれゲシュツワーゲンがやるというのは予想外か。これはやっぱこう下出だからできたあれですね。そうですね、4突だと射程が足りなくて今のような形では打てなかったでしょうね。どうしてもまあだいぶタイプが変わってくるユニットです。下出ワーゲンやっぱり射程と非常に長いのでヘルキャットとしてはあれ今何に打たれたっていう感じはありますよね。そうなんですよね、こう視界取られてるとかなりやりづらいユニットですよね。はい、さあさらにスナイパーがまた暴れ回ってだいぶ今エンジニア溶かしました。エンジニアも削っていきます。ちょっとこれスナイパー3スナス揃えられて目でキャプチャーはしんどいですね。フリーで撃たれてる形になってますからアメリカとしてはガンガンマンパワーが減っていきます。ここでライフルマンダウン、これスモークがたかれた、砲撃はスナイパーを狙っている、スナイパーここは気づくの早かった、ありましたね。ここはミニスプレー選手砲撃で一発を狙いましたがしっかりとクミン選手見ていました。出たところこうタンクが今1台潰されちゃいましたからどうしてもこうミニスプレー選手としてはさらにどうしようかという感じになっていると思います。ここで WSC を立ててスナイパーがすでに1部隊生産が終わっています。さらにもう1部隊スナイパーを作って数だけでも国防のスナイパーに負けないようにといった感じでしょうか。アメリカかなりマンパーきついと思うんですけれどもスナイパーを2人ひねり出してきました。ああそうですね、あでもゲシュッツ地雷踏んだんでこれ殺せればでかいんですけど、よしよし地雷撒いてるんでねそれ踏んでくれればかなり楽なんですけど、これプーマダウンアウトオブコントロール地雷踏みました。ミニスプレー選手もインファントリーカンパニーの右側へ行ってかなり丁寧に地雷を撒いています。これプーマを1台倒しました。これは 50mm アップガンプーマ、ミニスプレー選手としてもサポートユニットと車両しかいませんからこれ大崩れしやすい編成ですよね。そうですね、しかも T4 ユニットというわけでもなくてこれあれですからね T3 なんで本当に簡単に壊れるというか崩れるシーンありますからね。どうしても先ほどうまくヘルキャット返しましたけれどもこれ下手すると AT ガンとか AT ガン1門とかヘルキャット1台とかで崩れかねない編成ではあります。かなりグミン選手としても綱渡りを続けている。しかしスナイパーがしっかりとこうレンジャーを削っていく、ライフルマンを削っていく、これがアメリカ側の冷静さを失わせます。これスナイパー5スナですね。5スナですか。はい、マンパーブリッツ別にリソースブリッツ使ってないんですけど使ってない5スナです、ね、はい、使ってないのにこのスナイパーまるで誰かを見ているような形ではありますけれどもちょっとこれはなんかやはり悪い影響というかこれジープジープでカンパカウントスナイプ、おこれは非常にクールですねミニスプレー選手も今のは。しかもスナイパー見せてませんでしたからね今まで。そうですね、きっちりと今1人やりました。まあ5分の1なんですけれどもそれでも1人減らしたのは大きいでしょう。まるで国防がやるみたいな形のカウントスナイプでしたね今のは。そうですね、カンパユニットを使っての、あのカウンタースナイパーですんで、かなりバイクスナイパーみたいな感じでしたね。無理やりカンパして、そこを撃つっていう、非常に今、綺麗な形でスナイパー1人倒しましたけれども、あと4人。しかし、リソースブリッツなしでこれだけスナイパーを出すっていうのは、国防としても相当リスクを伴う行動ではあるんですけれども、それを厭わずに、スナイパーを出してきました。これ、まだまだスナイパー、増やすつもりかもしれませんね。また5スナになってますね。また増えましたか。はい、スナイパーマンパワー340ですから、まあ、1分弱待てばスナイパーが1人増えるという計算にはなります。そうですね、まあ、ただちょっとこれスナイパーを出しても倒すユニットがもう歩兵あまりいないですからあまりスナイパー増やしてもなという感じがあるんですよね。ここで、ミニスプレ選手はシャーマン出してきました。あっと、ゲシスがちょっと裏捕まった、前出すぎたか、ゲシスワーゲンが裏を取られた。これエンダメ入ってるんですよね。
あとこのゲスワーゲンエンジンダメージ治っていなかったか。シャーマンが回り込んで裏から撃つ。ゲスワーゲンも耐えしますが、くるくるされてしまうとこのユニットはどうしようもない。メインガンデストロイ、しかもこれあれですね、プーマにケツ打たれてメインガンになってましたね。 FF か、味方の FF フレンドリーファイアでメインガンデストロイ。ここでゲスワーゲンダウン。グミン選手、対車両の最後の今頼みの綱が切れたか。リスキーな手打ちすぎましたかね。しかしこれシャーマンとしてもやはり前には出れないか。ちょっと怖ってる感じありますね。ゲスワーゲンです。こうかなり奥深くに入っている可能性が高い。シャーマンとしてもそれほど優位な状況でなければ前に出れないか。そうですね、やっぱりちょっと ATG とか後ろにつけてきてればかなりいいんですけど、やっぱ怖いですよね。さあグミン選手のスナイパーおよそ5人が HQ まで戻ってきました。ボロボロのスナイパーは未だに、怪我は治っていません。そうですね、前線に立ち続けます。ブラック企業も真っ青な。これは本当にジープにちょっと見つかったら終わりですよね。もうちょっと福利厚生を充実させてほしいですね。ドイツ軍もね。さ あちょっと、あ、はい、ここでミニスプレー選手はまたスナイパー2人をじっくりと前に出しながら、シャーマンは今修理待ちといった形でしょうか。動きません。ちょっとここはガッと決めちゃいたいようなシーンではあるんですけどね。これやはりラングルといった、ま、ラングルというマップの特徴でしょうか。こう自陣側に VP1 個ありますから、こうやって形で膠着すると長くなります。そうなんですね、だからこそ国防が結構優位に立ちやすいんですよね。3つ目の VP が取りに行けません。こういう形でアメリカとしては VP 急ぎたいと思うんですけれども、なかなかそういう形が測れないか。さあジープを丁寧に動かしてスナイパーがいるんじゃないかといった形で動かしてますけれども、これ以上前には出れません。国防としてもスナイパーとプーマがメインですから、当然自発的に動ける。6人になってるぞスナイパー。そうなんですよね、また1人増えましたか。はい、野球チームできそうですね、このマイクと。そうですね、これあちょっと全員手法ですね、これはね。そうですね、しかも怪我しやすい手法ですね、これは。そうですね、しかし6人もいるとなるとエリート走行のレンジャーなんていうのは一射で解けますから、マンパワー400を一発で ね潰すっていうのはもうとてつもない火力だと思うんですけども。さあこれシャーマンが、シャーマンが突っ込む、シャーマンがスナイパーが撃つ、スナイパーが撃つ、スナイパーのところでこれシャーマンどうする。ゲスワーゲンも裏にいるぞ。あーっとパンサーファースト、シャーマン前出れません、下がります。さあグミ選手のロックスナー、ゲスワーゲンも2両に2両揃いまして、ちょ正面からシャーマンを迎え撃つ体勢を整いました、グミ選手。しかしレンジャー危ない、レンジャーが危ないぞ、レンジャーそこにいると、そこにいるとシルト、レンジャー、レンジャー、ここはレンジャーダウン。さあスナイパーの群れが、これミニスプレー選手のスナイパーの方向に向かって、これジープ動いた、ジープ動いた、ゲストワーゲンが迎え撃つ、一発撃ったが、ゲストワーゲン当てられるか。 AT ガンが先に射撃しています。ゲストワーゲン、ジープ潰した、これジープダウン。ちょっとこれあれでしたね、ジープじゃないや、技術射撃間隔長いですから、ジープこう後ろに引いてやればいけそうだったんですけどね。意外とこう長かったですね、一発撃たれるまで。そうですね、しかしその長射程、まあ、そもそも M 長いですから。あ、そうですね、長射程を生かしてジープが倒れました。しかしこのスナイパーは誰が止めるのか。ストレフでもあればね、一発でいけそうな感じあるんですけどね。そうですね、しかしインファントリーカンパニーです。これ AT ガンがダウン。こういう形でじわじわと削られていくような形を作られると、アメリカとしては相当形勢が悪くなってきます。しかし触れば倒れるようなこの体勢どうする。あーっとシャーマンダウン。ゲスワーゲンが先に動いた。スナイパー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 、ライフルマンが AT ガンを拾えない。一人スナイパーを倒したが、ここでカウンター打たれるか。スナイパー頑張り、もうすぎる。アメリカ側のリスナーがここで崩れた。スナイパーが多すぎてカウンタースナイパーが決まりません。ここでオフマップアーティリーは煙がどこだ、どっかにたかれましたけれども、 VP だ、ね、VP のフォルクス、ここ見ています。今かなり崩れた形でしょうか。これさらに AT が取られていく。シャーマンが倒れたのを皮切りに、スナイパーがどん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 倒していく。
ミニスプレー選手、このスナイパーを止めるすべがなくなってしまったか。暴れている暴れている、スナイパーがオーバーボールだ。これね、オフマップでもあればかなりいいんでしょうけどね。オフマップコンバットグループまであと CP1。 あデフォーペいっちゃってる分ちょっとかかりますよね。そうですね、もうちょっと時間かかる感じです。砲撃に寄ってから左に行っています。これミニスプレー選手のスナイパーとジープの扱いかなり丁寧できっちり動いてたんですけど、 あまりにもスナイパーが多いもんですから、うん、ちょっとあれでしたね、カウンタースナイプ狙いすぎてるかなという感じはありましたね。なるほど。アメリカとしてもこうカウンタースナイプを狙っているとスナイパーが消極的になっちゃいますからね。そうなんですよね。そうするとやっぱマンパワー340というユニットが遊んでしまうとかなりもったいない形ではありますが、これだけスナイパーが多いと、まあ、そうなるのも仕方がないといった感じはあるでしょう。さあ、ちょっとこれスナイパーがそのカウンタースナイプ狙わないといけないんで、どうしてもこう仕事しないのもそうですけど、それ以外の操作がどうしてもこうおろそかになっちゃうんですね。なるほど、スナイパーの操作非常にこう細かいですかね。ライフルマンが近づくこともできずにすごい距離削られていく。スナイパーがカモ打ちのようにライフルマン取っていく。あーと、これスナイパーダウン。これは何だ。やっぱライフルも死にましたね。これカウンタースナイプですか。あ、いえ、はい、あれです、バーの一斉射で、HP が低いやつが死にましたね。あ、死にかけのスナイパーがこれようやく死んだ、はい、なるほど、はい。さあ、しかしスナイパーは止まりません。ただちょっとこれあんまり殺してないにもかかわらずこう結構死んでるんですね、スナイパーが。スナイ6があったのがもう4ですから、うーん、仕事の量的には微妙ですね。ミニスプレー選手もスナイパー倒してるんですけれども、あまりにも多く出てくるものですから、そうですね、なかなかこれこの状況作られると苦しいですね。アメリカとしてはマンパワーが著しく削られているのと、ちょっと一つのタイミングで歩兵が溶かされすぎましたから、ユニットが作れない状況になってるでしょうね。今ちょっとやっぱりいくらおみくじがあるって言ってもある程度ユニット保全していかないとしんどくなりますね。はい、そして AT が今1問露獲されてしまいました。これでまたシャーマンが動きにくくなります。生産してもシャーマンが使いにくくなってくる。さあ、スナイパー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 ライフルマン6人いたライフルマンがすでにもう1人しかいない。ものすごいですね、この恐ろしい冗談みたいですね。本当にこれだけスナイパーがあるとガン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 歩兵が削られていきます。前に行けば行くだけマンパワーの無駄になってしまうような状況。さあ、これでオフマップコンバットグループアンロックされましたが、マンパワーあと700、600。うん、ちょっとあと 2,3 分かかるって考えるとキャプチャーされちゃうんで、ポップキャップもしんどくなってきますね。そうですね、2分待たなければオフマップコンバットグループ出てきません。しかしもうこれは前に出るなと言ってるようなもんですから、アメリカとしてはもう2分間 HQ でずっと待ってるしかそういうことないんですよね。もうそうですね、もうキャプチャーされるのをこう指くわえて待ってるしかないんですよね。動けば撃たれるという状況を作られました。グミ選手もスナイパーをこう作りまくることによって相手にこうスナイパーを意識させることによって攻めるタイミングを見つけ出した。やっぱりこうスナイパー生産しないでアメリカ側が動けってなかったっていうのがこうスナイパーを量産させてしまったって考えると、ちょっとこうここに至るまでの経緯がそうしてしまった感じですよね。国防としてもこのマンパワー342ともう計7部隊ぐらいですか、それほど出すというのは相当余力がないとできないことなので、まあ、そういう意味では先行投資に成功したグミン選手といった感じでしょうか。かなりリスキーだとは思うんですけれども、そのリスクに見合ったリターンを今得ているということかもしれません。スナイパーがカウンターを狙う一発、さあ1人倒してあと3人だ、まだ3人もいるのか。 VP すら上げられない。さあ、スナイパーはこれね、グミン選手のロスの方が明らかに多いんですけど、多いですね。一度やっぱ数負けしだすと止まらないっていうような性質を持ってるのがこのスナイパーです。そうですね、ちょっとこうなっちゃうと返す手がないですね。ATG 頼みですから、そのスナイパーで ATG 削られるのもしんどいですよね。これ砲撃あとタイガー出ますね、これ。タイガーが来る。これ砲撃、キャプチャー中のフォルクスを狙っている。しかしこの辺はやっぱりとこう、すぐ気づきますね、グミン選手としても。反応は早い。早いですね。さあ、これマンパー800溜まったオフマップコンバットグループが召喚された、ヘルキャット T17 ライフルマン AT ガン。これはいいでしょう。この状況に欲しい人が全て揃った。
そうですね、これは200点満点って感じですね。はい。さあ、しかし大事に扱ってあげないと難しいがどうでしょうか。さあ、ここでタイが出たんですよね。あーっと、対するようにここでティガーが召喚された。AT ガン、T、ゲスワーゲン、そしてタイガーがいるとなると、どうだ、このヘルキャットと T17AT ガンは前に出られるか。ちょっとこうタイが避けるような位置にこう攻めていきたいですね。やはり正面でタイガーとぶつかられてしまうと、とても勝てるユニットではない、勝てる戦力ではありません。これタイガーが前に出てくる。あーっと、ヘルキャット捕まってしまった。止まるとやばいんですよね、これ。下がれるか、下がれるか、一ちょっ回こことは危下ない。がります、下がります、下がりますが、どうだ、ここはやはりスナイパーが前に出てくる。 AT ガンを狙ってるでしょうか、このスナイパー。ミニスプレーこ選れ、ヘッ手ジ狙いですよね、AT どうガンを狙っ見ているミニスプレー選手としてもカウンターをここで決めたいが、スナイパー、あーっと、フォルトファイヤー。しばらく撃ってないですから、こう、なんだ、カモフラージュも早いんですよね。なるほど。今のはカウンターを狙うタイミングがなかったか。あと、ライフルマンが、すごい、いける、いける。これ1個にカウンタースナイプ。きっいいちりですとね。カウンタースナイプを決めています、ミニスプレー選手。これで計4人でしょうか。それほどスナイパーを倒しています。倒しています。倒してるんですけどね。しかし、一向に戦況は良くなりません。HP じゃねえや、マンパワーの収入少ない状況で、こうカウンタースナイプのためにライフル削ってますから、それだけでもう損害なんですよね。なるほど。さあ、これ AT ガン拾い直しますが、スナイパーがまだ2人も残っているとなると、AT ガン前に出れません。ちょっとしんどいですね。さあ、その間にもタイガーが修理されます。そしてブリッツクリーグですから、このまま放っておくと、マンパブリッツまで行かれてしまうということになりますから、そうなってくると、もうどうあがいてもユニット数勝てなくなります。そうなんですよね。弾薬もかなり取ってますし、まあ何より、キャプチャーしまくってますからね、フォルクスが左側で。そうですね、資源負けしてきているアメリカ、これ T17 が AT ガンだな、度隠された AT ガンに捕まった。前に出れません。HG 六角したのが結構でかいですね。そうですね、これミニスプレー選手としてもこう欠けていたのはやはり対タンク、アンチタンクですから、まあ、AT ガン拾えてしまうと、その弱点が完全にもなくなったと言えるかもしれません。さあ、VP3 つ取られました。ミニスプレー選手、VP 勝っていたんですが、もう250まで削られた。グミン選手、180まで下げられましたけれども、ここでなんとか耐え忍んでいる。VP は完全にグミン選手が勝っています。そしてマップ、もう大半を北場が抑え込んでいる。これ、フォルクスが左手の方でダウン。さあ、しかしアメリカとしては、まあ、このもう今、タイガー倒せるのは AT ガンしかないですから、AT ガンをこう軸に攻めていくしかないんですけど、AT ガンというのはとことんスナイパーに弱い。まあ、AT ガン餌にしてこうスナイプ、カウントスナイプ狙うにせよ、数多いですからね。さあ、また1人増えました。グミン選手のスナイパーが3人にまで戻ります。なかなかこう砂勝ちする状況を作れないミニスプレー選手。しかし、まあ、余力がなくて今、スナイパーも生産が難しい。ポップキャップがなくなりました。ちょっとこれポップで詰まっちゃうともうどうしようもないんですよね。オフマップ呼べにせよポップ必要ですから。ポップキャップで負け始めると、さらにユニット差がつき始めます。しかし、これグミン選手としても VP3 つ取った状態で、これ以上前には出ないですから、出てないですから、まあ、攻めるチャンスはあるかもしれません。ここで砲撃はスナイパーで視界を取って、 AT ガンにスモークを託。自らの AT ガンに砲撃を打つ形となった。これ AT ガンは倒せるか、倒した。これ AT ガンダウン。一応こう戦車が突っ込む道は切り開いたと言えるでしょうか。しかしまだゲスワーゲンは残っています。タイガンも残っています。ミニスプレー選手、まだマンパワーが今600ほどありますが、ユニットの生産はしていないということは、オフマップコンバットグループを待っているということでしょうけれども、それのためにはポップキャップを広げなければいけません。キャプチャーを広げなければいけません。そうですね、キャップするために1回こう攻撃の手が止まっちゃうんですよね、どうしても。ですね、その辺がアメリカにとっては非常に苦しいところかもしれません。さあ、これヘルキャットが、まあ、削っていきますが、追えないか、これ以上追えない。
スナイパーは今マップの右手側でちょっと遊んでいますから、今前線にスナイパーはいないんですけれども、当然ミニスプレー選手としてはそれを知る由もありません。さあゲスツバーゲンが恐ろしい射程で T ゾーンを打っています。そうですね、かなり広いですね。やっぱり射程はやっぱすごいですね、このユニットは。さあほぼ画面外から打てますね。ここでオフマップコンバットグループ T17ヘルキャット、さらにライフルマン、ちょっと一部隊はポップギャップ詰まって出てこなかったか。しかしこれ先ほどと同じような形でかなりいい引きだとは思います。ヘルキャットがこれ2台になった、 T17 も2台になった。さあ動くか。さあスナイパーがか、ちょっと撃ってしまったところを突っ込んでいく。スナイパーはリトリートします。これどうだ、スナイパーを追いに行くか。タイガーがゾエにやってきた。スナイパー倒せない。パンツァーファウスト、ゲスワーゲンダウン、そしてプーマもダウン。ゲスワーゲンとプーマが同時にダウンしました。スナイパーは倒せず、 T17 の手法一発ではスナイパーは倒せない。これ HQ まで突っ込んでもいいかもしれなかったですね。 T17 行きます、このまま HQ まで追っていきます。これタイガーの護衛だというユニットが今すべて解けました。ヘルキャット、いやしかしヘルキャットも体力危ない。ヘルキャットダウン。戦いは最終局面へと今移っています。しかしスナイパーが倒せませんでした。いや1人減ってますね。減ってますね。1人倒しましたね。 T ジョナドサクサに紛れて倒してますね。倒してますね。これグミン選手としてもちょっと崩れた形になっています。タイガーやっぱ頼みだとこうなりますよね。スナイパーは非常にこうリスキーですが崩れやすい。そしてタイガーも非常に強いユニットなんですが、護衛がいないと手法の旋回速度の関係もあって危うい形ではあります。さあこれスターンをかける、正面からではちょっと貫通できません。貫通できないヘルキャット、やっぱケツ狙っていかないとしんどいですね。さあフォルクスが帰ってきました。正面同士だとちょっとヘルキャット分悪い。 AT ガンだ、ここで AT ガンが増援に来た。 AT ガンが2問タイガーを正面から打っていく。いくらタイガーといえども対戦者砲を前にしては下がらざるを得ない。さあそしてスナイパーも帰ってきました。また生産してますね。また作ってますか。はい。さあスナイパーがここで3人に戻りました。何が何でもスナイパーを欠かさずに生産するグミ選手。ミニスプレー選手も今いい形で一度押し返しました。ゲスツワーゲンのプーマを倒しています。突破口を切り開いた感じがあります。ここからどうするか。とにかく今この目下のところはタイガーを倒したいところでしょう。そうですね、ただやっぱりこうタイガー倒す分は APG だから前に出しちゃうとこうなるんですよね。スナイパー帰ってきました。オルクスが壁になってスナイパーがライフルマンを削っていきます。こうやってまたマンパワー差が開くのは避けたいところではあるが、これはライフルマン完全にフォルクス無視してスナイパー倒しに行くか。スナイパーフォーカスしているか。スナイパー打ちすぎた。スナイパー打ちすぎてカムフラージュできない。スナイパーもあまり調子に乗って打ちすぎるとカモフラージュのクールタイムが長くなってしまって、こういう形で倒されてしまいます。今のはいい形で倒しました。さあこれはどう転ぶでしょうか。ついにミニスプレー選手の VP が90台に突入しました。100を切りました。タイガー前に出しちゃっていい感じありますけどね。ここで T17 ダウン。 T17 もヘルキャットも今修理が間に合いません。ここでタイガーもう一度前に出てきてメインガンデストロイ。ヘルキャット捕まった。 AT ガンでなんとかしのぎたいところではあるが、なかなか AT ガンでも一問だとやっぱりタイガー硬すぎる。そしてスナイパー、あの HP ですからね。 HP じゃない VP か。自陣側の VP 取られてしまうと一気に苦しくなります。ここは何としてでも抑えたいミニスプレー選手ですが、上げられてしまいそうだ。さあもう一度もう一度カウンタースナイパーを狙うか。ミニスプレー選手のスナイパーが前、これグミ選手が撃つ。カウンターはまだ狙えるか。まだ狙えない、まだ狙えません。フォルクスダウン、一人倒した。ここでカウンタースナイパー成功して一人ダウン、スナイパーダウン。この辺りのこうスナイパーを倒すということに関してはミニスプレー選手本当にこう何回も何回も成功してます。これは非常に素晴らしい。非常に集中力使いますからね。
そうですね、まあやっぱり、ただやっぱりこれに集中しすぎてる分、やっぱりこうライフルでマンパワー消費してますから、やっぱりカウンタースナイプだけに集中しすぎるのも、やっぱ難しい部分なんですよね。ここで VP が50を切ります。すでにこうグミ選手、南側の VP には MG バンカー立っていますので、ここを今、キャプチャーするのは難しい、真ん中を取るか、アメリカ側の VP を取るかしか、ミニスプレス選手は道を残されていないんですけれども、ライフルマンが前に出ていけない状況ができています。こうなっちゃうと、もう HQ とこう VP をもう、なんだ、シャドルランしてる感じになっちゃうんですよね。はい、AT ガンを拾う、ここは AT ガンを拾うが、そこにスナイパー拾わせてはくれない、これ AT ガン拾う。AT ガンは拾いますが、タイガーで正面から倒される。 AT ダウン、なかなかちょっと前にやりすぎて拾えないか。残り VP23、 20、ちょっと時間がなくなってきた。スナイパー、そしてタイガー、この圧倒的な壁が歩兵に対しても全てのユニットに対しても立ちはだかります。さあ中央もちょっと上げられません。旗は下げにいけません。これさらにオフマップコマンド、ラストラストチャンスのオフマップコマンド、さらにライフル ATT17 ヘルキャットではあるが、あるが時間がない、時間がない。ここで VP0、 勝ったのはグミン選手、国防グッドゲーム。グミ選手としてはかなりこう最初から最後まで綱渡りでしたね。綱渡りも綱渡りでしたね。 MG いっぱいも綱渡りですし、スナイパーいっぱいも綱渡りですし、そうですね。しかし相当リスキーなことをやった、そしてリスクに見合ったまあリターンを得たと形といったゲームでした。ミニスプレー選手も何度も何度もこうスナイパー倒していたんですが、倒しきれなかった、優位を生かせなかった。まず1戦目3部決勝戦、1戦目はグミン選手の勝利となりました。引き続き2戦目見ていきましょう。ホークさん、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい。